こんにちは、ベグサイズフィットネスの吉山です。今日は足首、足についてのコンディショニングをお伝えしていきます。基本的に人間は2本の足で歩いているので、この足から伝わってくる情報っていうのはすごく大切になります。足裏が機能していなかったりだとか、足裏が硬いままでこう握ったままになってしまっているような足になってしまっていると、この情報、地面を踏んだ時の情報っていうのがうまくこう脳みそに伝わってこないっていうことがあります。それが原因でこうぐらついてしまったりとか、バランスが悪かったり、そういったことが挙げられます。ですから今日はその足首をケアしてあげる、種目をちょっとご紹介しようと思います。今私裸足になっているんですけれども、この状態で手の指を足の指にかませる感じですね。この形をしていきましょう。これでこう最初にグーパー、少しこう手で握ってあげる感じ、結構痛気持ちいいっていう感じがすると思います。足の指が靴の中で閉じてしまっている方はここが開かなくなってしまっているので、そこを少し刺激してあげるっていう感じです。痛すぎる場合は無理しないでください。これ何回かやっていただいたら、このまま足首をゆっくり大きく回しましょう。速くない方がいいです。ゆっくり全部のこのフェーズをしっかり感じながら回すようなイメージです。足の力は抜いていて、今手で動きを誘導しています。あんまりこうぐる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 っていう感じじゃなく、今やっているようにゆっくりやるようにしましょう。数回やったらこちらの逆回しで、ご自身の中でなんかどっか回りづらいなとか、ちょっとここ引っかかるなみたいなところを少し感じながらやってみましょう。でまた感じながら、その部分がうまくこう動くように少しこう誘導させてあげるように、手をうまく使って滑らかな円を描いていくような感じです。こちら左右やっていきましょう。やっていただくと結構左右で足の引っかかり具合が違ったりとか、左右差を発見できるかもしれません。手でかけてあげて握るのと回すの、こちらができたら今度は足自体をしっかり動かしていくっていうドリルを行っていきます。足首だけを動かしたいので、膝が動かないようにちょっとこう固定するイメージです。でこのまま足首だけを最大限動かしましょう。先ほど手で誘導していた範囲を自分の足だけで動かす感じです。これも速くならないように、また膝が一緒にこう動かないようにをイメージしてやりましょう。多少動いてしまってもしょうがないですけど、なるべく動かないようにって感じ。3回転ぐらいできたら逆回しもやってみましょう。こういった感じです。足首回してるだけなんですけど、結構難しいです。それだけ普段足首のコントロールができてないってことかもしれないです。今私やってても、こうならない方がいいんですけど、少しこう肩がすくんでしまったりとか、うーんってちょっと息が止まりそうになってます。ただ足首を回すだけでも結構コントロールできてない部分があるとそうなってしまいます。またグッとこう足が噛んでしまう、実際これも私も今なってたんですけど、なるべくならない方がいいそうです。イメージは足がパーになってるんだけど、そのままこう足首が回るっていうことが可能らしいんですけれども、ちょっと足首のコンディションが足らないと今みたいにグッてなってしまうし、足も握ってしまう、っていうことになってしまうことが多いようです。なので、まあ、そうならないように最初にほぐして、自在に足首が動くようにっていうので、このドリルをぜひやってみてください。1日やったからといってすごいスムーズに動くってことはないと思うんですけども、繰り返すうちに、だん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 滑らかにはなってくると思います。ぜひ裸足なのでお風呂の中でやったりするのがすごくいいかなと思います。ぜひ足首のコンディショニング試してみてください。